うん、あ、うまっ。はい、こんにちは、グリードです。最近男のくせに料理するなんて無能だみたいなポストが炎上してましたけどね。まあ、ああいうのはね、わざと過激なこと言って、まあ、炎上するのが目的だとは思うんですけどね。まあ、もちろん僕は料理は男もした方がいいと思います。まあ、このチャンネルでは長く FPS ゲームのね動画を上げてるんですけどね、僕の視聴者層はね、まあ、98% ぐらいが男性なんですよね。今日はそんな男性の視聴者さんがお家に女の子を呼んだ時にね、こんな料理を作ったらモテるんじゃないかっていうね料理を作りたいと思います。女の子だったら大体の人が好きなオムライスね、まあ、つまりは今日はモテるためのオムライスを作りたいと思います。はい、今回の材料になります。概要欄の方にも一応貼っておきます。今回ちょっとアレンジでこのカゴメさんのトマトペーストを使ってみます。まあ、トマトケチャップでもいいんだけど、ご飯を炒めるときにちょっとこれを使ってみたらどうなるのかなと思ってちょっとテストでやってみます。はい、まず玉ねぎのみじん切りですね。こういう風に軸は残してある状態です。で、この状態でじゃあまず、まあ切れれば何でもいいんですけど、一旦じゃあ縦に切って、まあ5回ぐらい入れたかな、縦に。で、ちょっと次横、僕こうやって結構少量の場合は少しずつ切ることが多いけど、こういう風に横に4回ぐらい切れ目入れて切って、まあ今回はそんな細かくやる必要ないかなっていう、まあある程度食感もある方が美味しいかなって思うんで、そんな細かくやる必要ないですね。よいしょ。大体切ったらこの包丁の前の方を押さえて、こういう風に後ろの方で切ってあげる。まあ細かくなりすぎないぐらいで、ある程度、うん、これぐらいでいいかな。お次はマッシュルーム、まあ今回3つぐらい使ってみようかな。まあね、汚れてたら布巾とかで、まあ、拭いていただいてって感じなんだけど、まあ綺麗ですね、これ。このまま使います。まあこれは薄切りで、今回鶏肉はもう切ってあるものを使うので、ここはカット、カット済み。カット熱したフライパンにオリーブオイル一回し、火加減はずっと、そうですね、中火でいきます。まあ、家庭料理はだいたい中火か弱火で、ね、強火でやることは基本的にないんでね、本当に。で、まずじゃあ玉ねぎからいきましょう。玉ねぎ入れたら少しお塩、塩追加です。これは水分を出す目的なんで、あとまあ下味だけど、まあ、そんなにがっつり、入れなくていいと思います。まあ、大体まあちょっと2、3分様子見ながら炒めます。前回のハンバーグでご紹介しましたね、あの早く玉ねぎに火を通して、ね、色をつける方法として、このお水を少しずつ加えながら炒めます。で、こうやって炒めて、またちょっと水が減ってきたら、水ちょっと追加で。で、これぐらいになったら、はい、お肉入ります。今回ちょっと僕がね、ちょっとたくさん食べたいのと、作り置きしときたいから、お肉多めです。では、お肉入れたら胡椒。まあ、適量、お好みの量。まあ、この後ケチャップとかいろいろね、足すと考えると、まあ、そんなにね、入れすぎないように気をつけながら。はい、マッシュルーム入ります。まあ、マッシュルームはね、火がすぐ通るし、まあ、そもそも生で食べられるじゃないですか。軽くですね。さーっと炒めたら、まあ、ここ一旦火消してもいいですよ、全然。ここで普通トマトケチャップを入れるんだけど、今回ね、試しにこのトマトペーストを入れてみますね。まあ、これ一袋、まあ、今回ご飯多めでやってるから一袋でいいと思うけど、まあ、多分、少なめだったらね、一袋多いかもしれない。どうかな。で、じゃあ、ちょっとまた火つけて、よいしょ、少し炒めましょう。炒め合わせる。まあこれって、まあトマトがすごい凝縮したものなんで、旨味が強いし、またちょっとトマトケチャップとは違う美味しさになると思うんだよね。はい、そしたらご飯入れます。よいしょ。この段階で一回味見。十分美味しいけど、
ちょっとケチャップ、結局入れるんかいってなるかもしれないけど、ちょっとケチャップで、ちょっと今回はこのお醤油、お醤油をちょびっと、本当に鍋肌風味付けみたいな感じなんでね、少し入れて、まあ、鍋で少し真ん中で炒め合わせてから、結構ねトマトペーストで、まあ、よりなんだろう、ちょっとリッチな感じになってますね、うん、これはこれで美味しいかもしれない。ちょっと大人向け、お子様ライスっていうよりは大人向けになっているような感じしますね。ちょっと炒め合わせて、うん、美味しいと思います。じゃあこれは一旦器に移しておきましょう。それではお次は卵の準備いきたいと思います。あ、今回ね僕がたくさん食べるので3つにしてますけども、まあ、全然2つで十分だと思います。まあこれは何も考えずにもうかき回しちゃって大丈夫です。で、生クリームとかはね特に入れません。このまま素の状態で勝負ですね。十分美味しいから、これでより白身をね綺麗にしたい人は、まあ裏ごししたりとかね、ホイッパーとか使っていただいていいんですけど、まあ、お店で働いてる時はこういう風にお箸で教わったんだけど、まあこれでも十分綺麗になりますね。この2本で、で、そこに、ね、ボールの底につけながら、こう、ボールを回転させながら、こう、左右に振るんですけど、まあこれでだいぶ綺麗に、ね、白身が切れてる状態になるかなとは思いますね。はい、卵は OK です。言ってなかったけど、今回ね、巻くオムライスでいきます。で、もう卵を焼き始めるんだけど、もう先にお皿をね、絶対用意しておいてください。これ、こっから早いんだね。まあ、今回巻くタイプ、まあいろいろタンポポとか割るタイプもあるけど、まあ、僕、巻くタイプの方が美味しいかなって思ってて、今回はちょっとおしゃれなカフェとかで出てくる、ちょっと懐かしいオムライス的なイメージです。で、熱したフライパンにバター入れます。まあ今は中火ぐらいかな。で、バターの焦げ防止のためにバターとオリーブオイル少し入れますね。まあこうすることによってバターの焦げがね少し防止できますのでね。はい。まあカロリー気になる人は少し抑えてください。はい、十分熱してますね。まあ中火弱火ぐらいでいきますね。はい、卵投入入れたらもうめっちゃかき混ぜる。もう超かき混ぜる。はい、だいたい混ざったら、はい、火止める。火止めます。火止めて周りの卵を落として、じゃあご飯入れましょう。まあ、これねいっぱい入れれば入れるほど巻くの難しくなるから注意ね。まあこれぐらいでいこうか欲張ると大変なことになるからね。いや、いけるか。よいしょ。はいはい、やったらゴムベラ使うと楽かな。まず卵を、はい、奥の方に寄せますね。トントンして整えて、はい、ゴムベラでこういう風に卵を巻いてあげるようなイメージで、まあ、ここまでいけたら多分いけると思う。ご飯、これをフライパンの端の方に寄せます。こういう風に寄せる。もう火切ってますよ。こういう風に火寄せます。寄せたら、これ映るかな、カメラマン、カメラマンいないからな。はい、フライパンとこういう風にね V 字、フライパンとお皿を V 字にして倒す。はい、こんな感じ映ったかな。ちょっと失敗しても大丈夫。こういう風にねキッチンペーパーでね、こういう風に形を少し軽く整えてあげれば。わ、今回僕あれだな、欲張りすぎてご飯入れすぎたな。でもいっぱい食べたいんだもん。いいじゃないか。まあ、彩りでね、こういう風にベビーリーフみたいなのを添えるとカフェっぽいかなとは思います。これプチトマトとかね、僕がよくね、このサラダとかにかけてるフライドオニオンナッツとか、ちょっとかけて。で、今回はね、デミグラスとかじゃなくてケチャップでいこうと思うんで、ケチャップを、ケチャップのかけ方は、まあ、この辺かな？ここに一箇所に向かって押し続ける。音がなんかはい、そしたらオムライスの完成です。少しね僕がご飯を欲張りすぎて少しご飯が透けて見えてる状態ですけども、まあ一応これが簡単な巻くタイプのオムライス。さあ、どれどれ、よいしょ。
わお、わお、こんな感じ、なんか、おい、美味しそうだね。いいですか、いただきます。うん、あ、うまっ。あ、うまっ。我ながらめちゃくちゃ美味しいな。やっぱりね、なんか、まあそのタンポポもね、散々作ってきたんだけど、割るタイプね。でも、こう、食べた時の美味しさで言うと、やっぱりこの巻いてるタイプの方がこう、一体感があって美味しい気がするんだよね。で、トマトペーストにしたことによって、まあ今回ね、デミグラスソースとかじゃなくて、このね、まあ普通のトマトケチャップだから最後かけたのが、ご飯もトマトケチャップだともう味がどっちも一緒みたいな感じになるけど、トマトペーストがメインにしたことによって、味の対比ができてるような感じしますね。あと醤油も入れたからかな。トマトケチャップだとどうしてもね、甘い感じが残ると思うんだけど、このご飯は、そんなにね、甘くない。これ上にかかってるトマトケチャップがより欲しくなるんで、ほんと相性がいいね。バターの香りもいいし、こう、玉ねぎちょっと大きめに切ったりとか、食感のアクセントもあるから、めちゃくちゃ、我ながら、これ美味しいオムライスかもしれないね。ドレッシングちょっとかけ忘れてたけど、僕よく使ってるの、このね、日本食券さんのシーザーサラダ、これめちゃくちゃ美味しいんだけど、ないので、今回はあのやり方でいきましょうか。もうね、お酢を直がけ。で、オリーブオイル直がけ。いやー。最後にお塩少しかけて、これがね、まあ、混ぜないタイプのドレッシングなんだけど、いいオリーブオイルで食べるとこれがね、また美味しいんだよね。すごいさっぱり。はい、今回オムライス美味しくできました。もちろんね、トマトペーストじゃなくてケチャップでもいいけど、まあちょっと試しにペースト使ってみてください。僕の男性視聴者諸君ね、ぜひ女の子をお家に呼んでこのオムライス作ってみてください。うーん、うまっ。何、天才だな、お前。うーん、やべ、エプロンしてなかった今日。ラッシュのこの T シャツとかグッズ類がオンライン販売開始してます。宣伝や。